僕が今さっきあげましたけど、まあ、朝ねシチューを食べまして、でちょっとねお昼行きたい飯屋がねあって、まあ、中津川のね方にあるんですけど、ちょっとそちらのあれはなんだ定食屋かなに行きたいと思います。あと30分ですね。とかね、あの清里とかの方に行くとああ綺麗だなと思った時はあったけど、こっちはね、まあ、普通にもう綺麗なんだろう、近所は綺麗、だいたいうちで標高300後半ありますからね、まあ、やっぱ綺麗だね、まあ、これが田舎のまたいいとこだよね。
名物とかじゃなくてね、クリクリの里っていう名前なんですよ。で結構ね、あの地元の食材とかね売ってる、野菜とか。道の駅にはなってないですよね。あと12分ですね。いや今日は本当にいい天気だね。水木とね、本当天気悪くてね、洗濯物の乾きが本当微妙で、石油ストーブ上に干してましたけど、いや今日はよく晴れた。その分寒いけど、まあいい天気はいいことよ。ここまで来ると御嶽山がね隠れちゃうんですね、手前の山で。だいたいここは中津川のね福岡っていうエリアですね。まあ真冬はね、多分あの辺の山も雪かかるんでしょうけどね。いやはや、どうなることやら。なんかもう家ぶっ壊れてんな、すげえ廃墟になってた。ああいうのやんないのかな、空き家バンク。
出雲が近いのか。そうか。年始って書いてあるな。結構車止まってんなこれ。結構車止まってんな。さあ来ました。芝風食堂。車いっぱいなんだけど、でそこ入んないよ。そっちか。ほら、よいしょ。よし。渋すぎるな。よし、ちょっと行くか。まあ、一旦切るよ。いや、うまかったな。
能性がありますね。鹿という。集めてね、うまくやったらいい土が堆肥ができんじゃないのこれ。落ち葉だけじゃあかんのかな。来てる人も多分いるんだろうね。1時半か。帰りにカーマ寄ってアウトドア用品を見て帰ろうかな。バッテリーまだあるか。あと一メモリか。まあちょうど終わるかな。もうすぐですからね。リサイクルショップ暇つぶし堂。ではまあバッテリーの関係でここで終わりになります。お疲れ様でした。ありがとうございます。